メリークリスマス。メリクリ。今夜はホーリーナイトです。聖夜ってことか。はい。ってことで今回は、聖属性に関係する杖がテーマです。強引だな。まずはこちらの杖です。賢者の杖か。そうですね。封印されし12の武器の一つ、賢者の杖です。賢者の杖。イラストはこちらです。こんなのなんだな。そして今回紹介するのはこの賢者の杖と、光の杖？それに裁きの杖です。ほうほう、さて問題です。この3つの杖の中で、聖属性持ちじゃないのがあります。それはどれでしょう？そうだな。名前からして裁きの杖っぽいけど、実際に検証してみましょう。この前にいるオルカトというモンスターで検証してみます。アーヒャクミみたいなモンスターだな。このモンスターは聖属性を吸収します。そうなんだな。まず裁きの杖で攻撃してみましょう。1316吸収。吸収したぜ。はい。ということは裁きの杖は聖属性ということですね。そうか。クイズ外したな。じゃあ光の杖か？次は光の杖で攻撃してみます。882吸収。これも吸収したな。はい。ということで、光の杖も聖属性でした。じゃあ残った賢者の杖が聖属性じゃないのか？そんなまさか。最後は賢者の杖で攻撃してみます。442。おお、ダメージ与えた。じゃあ本当に聖属性じゃなかったのか？そうなんです。賢者の杖は無属性なんです。マジか。ずっと聖属性かと思ってた。間違うのも無理もないです。こちらスーファミ版の攻略本の記事ですが、賢者の杖は聖属性として紹介されています。そして裁きの杖と光の杖には属性が書かれていません。マジか。完全に逆だな。仕様がなかったんですかね。攻略本や域が正しいとは限らないので、検証は大事ですね。そうだな。次は賢者の杖の能力を見ていきます。賢者の杖は聖属性じゃないんですが、聖属性を強化するんです。厳密には聖属性魔法攻撃の強化です。聖属性魔法攻撃強化？どういうこっちゃ？これも実際に見てみましょう。クリマ版で変更された点もありました。そうか。この敵では降臨に耐えられないので相手を変えますね。うん。相手変更です。なんでやねん。ホーリーに耐えられるのが先生しかいなくて。じゃあまずは賢者の杖なしのホーリーを当ててみます。裏飯やなぁ。見落ちきたな。3910。補助。3910でした。次は賢者の杖を装備してホーリーを当ててみます。ホーリー、やーとやーとお化けは最高。6120。いやはやーやーや。6120ダメージでした。結構強くなったな。56.5% アップしましたけど、設定では 50% アップですね。50% か。属性強化と同じだな。そうですね。ちなみに裁きの杖や光の杖を装備してホーリーを使っても、ダメージはアップしません。賢者の杖だけの特徴か。次に聖属性のエクスカリバーを装備して攻撃してみます。1230。そして左手に賢者の杖を持たせます。賢者カリバーか。1140。399。これはパワーアップしてないな。そうですね。あと裁きの杖プラス賢者の杖も試してみましたが、クリマ版ではパワーアップしていませんでした。クリマ版では？スーファミ版ではパワーアップしたんです。物理攻撃扱いのエクスカリバーはパワーアップしなくて、魔法攻撃扱いの裁きの杖と光の杖はパワーアップしたということですね。そういうことか。それで聖属性魔法攻撃強化ということだったんだな。はい。クリマ版では魔法のホーリーのみ強化っぽいです。オッケー。強化についての説明は以上です。X です先生、検証相手サンキュー。もう相手しなくていいからな。賢者の杖8倍特攻。賢者の杖は、アンデッドに対して8倍のダメージを与えます。8倍か、それはでかい。6390。なんでまた私が相手に。
5814。エッツデッソールはアンデッドなので、強度の意見書相手でした。6246。いや、他にもアンデッドいるでしょ。賢者の杖に耐えられるのが先生しかいなくて。あと賢者の杖は使うとレイズを発動します。へえ、それは便利だ。賢者の杖は生属性ではないのですが、このように特攻でアンデッドに対して大ダメージを与えるってことですね。5670。魂になってもやられるなんて、うごごご。先生またね。ちなみに乱れ打ちを使うと、スクリマ版では効果が減衰します。ほんとだ。かなり弱くなった。4分の1ほどになっています。普通に攻撃すると、6480。確かに4倍ほどだな。でもスーファミ版では乱れ打ちをしてもダメージは変わらなかったんです。え、マジか。見てみましょう。乱れ打ち、6480。6780。6768。7200。ほんとだ。これは強い。大開口なら賢者の杖があれば無双できますね。まあでもこの方法でも良いです。レクエム。極楽へ行かせてあげるわ。4275。これでも無双できるな。必中効果。今回紹介した杖は全て必中です。無属性の賢者の杖は、598。このように回避率の高い神具を倒すときに便利です。なるほど。無属性だから吸収されずに済んだんだな。ミス。しかしこのように、打撃系のフレイルだと回避されます。フレイルやモーニングスターは物理攻撃扱いだからですね。へえ、そんな違いが。ちなみにただの杖も物理攻撃扱いです。魔力こもってないんだな。また今回紹介した杖は魔法攻撃扱いなので、メテオ。このようにキングベヒーモスを攻撃するとメテオのカウンターを受けます。気をつけないと。 BGM で遊ぶのはここまでにします。オッケー。アイテム使用効果。賢者の杖は使うとレイズが発動です。また壊れることはありません。うん。次は光の杖を使ってみます。光の杖、ほんとほんとお化けは楽しみ。保証で、これはホーリーの効果か。光の杖は砕け散った。しかし砕け散ります。あら、これは壊れるのか。最後は裁きの杖です。裁きの杖、これはディスペルの効果です。壊れることはありません。これは壊れないのか。まとめるとこんな感じです。さすがにホーリーは強いから壊れるようにしたのかな。光の杖の入手方法。光の杖の最速入手は、第二世界のギードの祠です。そこに出てくるこのメタモルファがドロップします。盗むアイテムではありません。ドロップ進化。それは結構面倒だな。ドロップ確率は16分の1ですね。メタモルファは第三世界の次元の狭間でも遭遇できますが、出現確率は16分の1とレアです。出てきたー。オート逃げに注意だな。あとはハリカルナッソスから盗む方法です。通常枠で盗めますね。通常枠なら簡単だな。ただこの時点では終盤なので、光の杖の使いどころがあまりないですね。そうか。盗む。光の杖を盗んだ。スーファミ版ならバグ技で99個盗むことができました。杖折り放題だな。裁きの杖の入手方法。最速入手は第二世界のエクスデス城です。この暗黒魔導士からレア枠で盗めます。レア枠か。盗む。裁きの杖を盗んだ。早速盗めたな。暗黒魔導士からは、ドロップアイテムの力の杖もついでに狙っておくと良いですね。それもレア装備か。次は第二世界のエクスデスから盗む方法です。これもレア枠です。レア枠か。それなら暗黒魔導士から盗む方がいいな。私、今日出番何回目？最後は第三世界のイステリトスから盗む方法です。イストリーの村跡やルゴルの村周辺に出ます。これもレア枠ですね。みんなレア枠だな。裁きの杖の強さ、
最強の杖である裁きの杖の強さを見てみます。比較対象として、攻撃力51の備前長船を装備した侍、攻撃力63のフレーム弾を装備したナイトを用意しました。うん。まず侍の攻撃。702。次はナイトの攻撃。1020。そして裁きの杖。1067。おお、裁きの杖強いじゃん。そうなんです。ナイトに匹敵するダメージを出しますね。もう一回攻撃。935。うん強い。しかも攻撃からの攻撃でもダメージが変わりません。ああ魔法攻撃厄介だからか。強さ比較。杖3本の強さを比較してみます。賢者の杖は攻撃力53。光の杖は攻撃力45。重さ2、魔力2。裁きの杖は攻撃力60、重さ3、魔力3、となっています。重さや魔力も追加されるんだな。重さはピクリマ版から実装されましたね。へぇ。じゃあダメージ検証してみます。賢者の杖から攻撃。702。次は光の杖。990。光の杖の方が強かったな。次は裁きの杖。1691。強いな。でも光の杖が賢者の杖を上回ったのはどうして？これには複雑なからくりがあるんです。ちなみに魔力補正のせいではありません。なんだろう。じゃあ次からそのからくりを解き明かしていきます。本当に解体新書だな。攻撃力の謎。これらの杖は攻撃力に変わった特性があります。賢者の杖は攻撃力53ですね。うん。ダメージ検証といきましょう。もう、またかよ。先生、今回はスーファミ版でよろしく。普通に攻撃してみます。253。253でしたね。でもこれがおかしいんです。どうして？攻撃力53でダメージ計算を行うと、ダメージは308から374の間になるはずなんです。へぇ。計算したダメージより下回ったな。ちなみにダメージ計算式はこちらです。X デスの魔法防御力25で計算しています。わあ難しい。計算過程は割愛しますね。ほ、寝ずに済んだ。次は青魔法のゴブリンパンチを使ってみます。ゴブリンパンチか。前に特集やってたな。やりましたね。ゴブリンパンチ。180。弱、でもこの180というダメージは、計算上正しいダメージです。そうなのか？攻撃力53で計算すると、こういうダメージ計算式となって、計算結果は180となりました。じゃあ攻撃力53は、ゴブリンパンチの時は正しいのか？そういうことなんです。実は攻撃力53はゴブリンパンチ用の値で、実際の攻撃力は45のようです。なんだそのからくりは。ちなみにピクリマ版でも同じでした。でも光の杖と裁きの杖はさらに複雑なからくりになっています。光の杖と裁きの杖の攻撃力、まずスーファミ版から言います。うん。光の杖の画面上の攻撃力は45、でもそれはゴブリンパンチ用の値で、実際の攻撃力は30です。賢者の杖と同じような感じだな。しかし、特定のアビリティを使うと攻撃力が倍増します。そのアビリティが、ジャンプ、溜める、剣の舞、ブンドルです。それらを使うと攻撃力60として計算されます。なんだそれは。裁きの杖も同様です。表示上の攻撃力は60、実際の攻撃力は45、特定のアビリティを使うと攻撃力90となります。こうですね、もうわけがわからん。なのでスーファミ版では、裁きの杖を装備して、これらのアビリティを使うとかなり強力でした。どれくらい強かったんだ？それがさっき検証で見せたダメージです。ナイトに匹敵すると言っていたやつですね。あれか？でも特定のアビリティは使ってなかったよな。そうなんです。ピクリマ版では特定のアビリティを使わなくても、その攻撃力を出すことができるようになりました。つまりこういうことです。これがピクリマ版の裁きの杖です。すっきりしたな。表示上の攻撃力より実際の攻撃力が高いってことか。そうですね。見かけの数値に騙されないように気をつけてください。
また光の杖も同様に、表示上の攻撃力は45で実際の攻撃力は60です。なるほど。じゃあそれで賢者の杖の攻撃力を上回ったんだな。そういうことです。じゃあ説明はここまでにします。オッケー。エレメンタルパワーで強化。第二世界のエクスデスは生属性が弱点です。聖なる力に弱い。じゃあ生属性の裁きの杖の出番だな。2068。はい、このように弱点をついて大きなダメージを与えられます。しかしさらに強化する方法があります。調合で目薬と聖水を選択。エレメンタルパワー。エレメンタルパワー3102。うわぁ。お強い。エレメンタルパワーは全属性強化する効果です。それでか。3234。裁きの杖が輝く時ですね。3036。また検証でやられるなんて、うごごご。先生よ、エクリスマスと年末年始を。最後はギルガメと戦ってみます。どうしてギルガメ？ギルガメは最初からプロテストシェルがかかっているんです。へえ、知らなかった。あ、じゃあそれを解除するあの杖の出番か？はい、そうです。さっきも紹介した裁きの杖ですね。アイテムとして使えばディスペルの効果でした。この時は魔法のディスペルはまだ覚えていない時です。裁きの杖。凍てつく肌を。それドラクエ。凍てつく夜の寒さもぐっとこらえられる。それシャムチェイド。これでシェルが解除できました。もう無防備だな。ブリザが全体化反射。9999。オーカンスト。クリマ版なら9999をオーバーしています。ちょっとライブラで確認しましょう。ライブラ。レベル57。HP19999。霊気に弱い。計算すると12859ダメージを与えていました。5桁ダメージか。これならブリザが全体化反射を3回当てると勝てそうですね。あと一発か。とどめだ。壊れることは言っても肝心の位置も伝わらない。自信勝ったな。そういえばルロケン新作アニメするようですね。おお、それは楽しみだ。あとお知らせで、スクエに年末年始セールをやっているようです。 FF7、ドラクエ11や、このチャンネルで紹介したアクトレイザールネサンスに半熟ヒーローもセールやっていました。たくさんあるやないかい。そして FF6 ピクセルリマスター版は2月公開予定のようですね。2月か。じゃあ終わりましょう。皆さん良い年末年始ゲームライフを。おつおつ。動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。